モルソン・クアーズ・ジャパンは6月24日、ロボットバンド Z-MACHINES のデビューライブを東京、恵比寿、リキッドルームで開催しました。このライブは低アルコール飲料 ZIMA の PR を兼ねたもので、 Z-MACHINES とは世界は進化しているのにパーティーは進化しているのだろうかという素朴な問いのもと開発された78本の指を持つギターロボット、21本のドラムスティックを持つドラムロボットなど、到底人間では実現不可能な超人的な演奏をする優れもの集団。この日は原宿かわいい系アーティストAMOYAMOが出演。ロボットバンドの演奏に合わせて歌いましたが、息はぴったり、個性的なビジュアルも相まって人間の演奏以上に盛り上がりを見せました。すごい喋った。いや、すごかったですよね。みんな見てました？めちゃくちゃ頭振ってたし、もうなんか分かんないけど、雷様だけ。すごいよね。また開発者のトークショーなども行われ、日本が世界に誇るロボットと可愛い系の2大カルチャーが見事に融合したライブとなりました。こっち髪の毛あるロボットってないじゃないですか。おお、はいはい、確かに。うんうん、そしたらもうここもなんか一応モニターになってるし、はい、これもなんかもうなんかつながってるメディアな感じとしてLANケーブルいろんな色のベルトのあたりとかのエフェクターですね。はい、楽器演奏の、はい、大体関係あるもので作られてます。スーパーバイザーを務める東京大学川口陽一郎教授にお聞きしました。感情を持ったね、生命機械体を作りたくて、地球上の過去の太古の生物から発想して未来の生物を作りたいっていうのが僕のテーマなんで、将来ひょっとしたらこういう音楽の世界もある意味でちょっと変わるかもしれないですね。一人で12分の楽器演奏できるかもしれないし、もっとこう長い職種でなんかいろんな売ったりなんか全部できるわけだから、まあある意味での未来の宇宙人がやってると思えばいいんじゃないですか。夢が膨らみますよね。テクノロジーに乗り越えないといいものできないんで、その技術の進歩っていうのは割とほらロボット研究とかね、日本は進んでるわけだけど、それをうちはアートの関係からはその芸術的にもっと乗り越えたものを作っていかないといけないんで、それは重要なことなんです。